山のすすめ、ラジオのすすめ。やっほー、私の声届いてますか？山のすすめ、青役井口ゆかです。やっほー、やっほー、声でかっ。山のすすめ、すごい。山のすすめ、海底役の氷笠陽子です。ということで始まりました、山のすすめ、ラジオのすすめ公開録音イベント。もうめでたい、もうとにかくめでたい、本当にめでたい、めでたい。何がめでたいかっていうと、山のすすめ、ラジオのすすめのレギュラー放送が復活しました。イエーイ。いやー、まあ、2016年2017年と2年連続で山の日に公開録音のイベントをしたりとか、まあ思い出したようになんか時々特番をやったりとか、なんかいろいろとね、まあすごい、あすみちゃんと2人でよくやってたよね。そう、ね、まあね、特番があったりもするし、コミケでラジオ CD も出したりしてるし。そうなのか。そうなの。だからちょいちょいなんかこう山のすすめという、うん、看板をこう引っ張ったり引っ込めたりしながら、こう山のすすめ、ラジオのすすめだよーって言って、なんかこう山にあることないこと、なんかいろんなことをこうごまかしごまかし2018年まででもなんか続いてる感はやっぱずっとあったのはそのおかげだよね。そうなの。だからそのレギュラー放送が4年ぶりとはいえ、山のすすめ、ラジオのすすめが4年ぶりという感じはほんとしなくって。そうなんだよね。そう、もうずっとやってたような感じもするし、すごい待たせてた気もするし、不思議な感覚ではありますが、まあでもね、なんて言ったってもう始まりますからね。え、もうようやくサードシーズン。いや、私ね、すごいよく覚えてるのが、うん、あの2期の総集編みたいなイベントあったじゃないですか、うん、反応で、うん、来た人います？はい、ありがとう。聞いといて手挙げる前に。あそこで3期やる気満々、うん、そう、やりますじゃない、やりますじゃないんだみたいな。そう、やる気ありますって、諦めませんの発表したからね。あんなの前代未聞だよね。それをね、こうやってラジオだったりね、うん、まあ、イベントだったりで、うん、こうね、つないでっていうのも変なんですけど、いやいや、もう命をつないで、そうそう、みんなの愛をずっとつなぎ止めて、行かないで、山の進みやる気あるから行かないでって言って、ね、からのね、サードシーズン、こうね、放送と、7月はもうすぐそこですよ。どうしよう、もう7月といえば井口ゆかちゃんと氷笠陽子ちゃんのお誕生日もあるし。怖いね、怖いよ本当に。そんなこと言ったら、あすみかなちゃんと小倉優衣ちゃんだって8月にあるからね。みんな分かってるね。みんなすぐ年取ってくんだ。まあでもね、そうやって7月から放送スタートということで、これで大きな声でアニメ山のすすめを応援する番組だと言える。いや、ありがとうみんな。そしてありがとう山、愛してるよ山。みんなも戸惑ってますよ。はい、ということで、まあ今回はね、秋葉原ゲーマーズ本店さんで登録イベントを行うという流れになりまして、はい、まあ皆様とっても元気な感じで、山のすすめを愛してくれてる感じ、つなぎ止めといてよかった。ねえ。今回も山大好きな私たちが山大好きなあなたへ送るスペシャルなお時間、山のすすめ、ラジオのすすめ、始まるよ。山のすすめ、ラジオのすすめ。やっほー、井口でーす。やっほー、氷笠でーす。はい、ということで、ではここで少し落ち着いて、山のすすめサードシーズンのお話ししていきましょうかね。そうですね。さっきお話ししたね、メールのお話なんかもね、いいじゃないですか。そうそう、メールもいただいてますし。メールなんて読んじゃいましょうよ。サードシーズンについてもちょっと振り返ったりもしつつね。なるほど、ね。まずは、サードシーズンについてちょっとお話ししますか。今年の2018年7月、東京 MX 他で放送配信開始予定。はい。ほのか役として、遠山奈緒さんの出演も決定しています。なおね、なかなかね。言い切りましたよ。あ、言い切りましたよ。言い切りました。なかなか、ね、いつ出てくるかなって思ってたじゃない？ 2期の時に、うん、出てくるって言って、うん、ちょっとしか出てこなかった。そうそう。まあでも大事なね、富士山というところはあったんだけれども、富士山だよね。違うよ、富士じゃないよ。ほのかが出てきたの。谷川だっけ。記憶が曖昧です。ちょっと高山病です今。逆
下山しよう、下山しよう。ごめんなさい。まあでも、キービジュアルが公開されてね、キービジュアルにもほのかいますからね、5人が山頂で微笑んでいる。そうすごく可愛い。またね、こう山を楽しめるんだろうなっていうイラストになっていますので、はい、楽しみにしていてください。私ね、騙されたの、エイプリルフールのやつ。お、みんなすごい本格的な山登ってんじゃん、帽子とかかぶってなんか。ね、すごい格好してるやつ。見ました、あれ。みんな見た。ね、ね、今回はこういう感じで行くんだ。いや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 。ゆるふわどころの話じゃねえ。ガチじゃん。全然ガチのガチ。まあね、世界三最難関と言われる K2 の登頂を果たした5人のビジュアルが、エイプリルフールではちょっと発表されて、世間をざわつかせましたけれども、ね、本当のキービジュアルはほんわか。そうなんですよ。かわいい感じで。キャッチコピーもね、いいのよ。行きます。会いに行こう。かけがえのない友達と、素敵な景色に。これよ、これが山のすすめよ。かけがえのない友達と。大丈夫ですか。裏がどけらがしゃ言ってましたね。まあそういうね、なんかハプニングもありつつ。っていうのが山のすすめになっていくんですかね。まあどんなお話になっていくのかと言いますと、季節は夏から秋。登山をきっかけに増えた友達と、次はどの山に登ろうかと思いを巡らせている葵ちゃん。目標の富士山登頂に向けて体力づくり、新たなアウトドア活動への挑戦にも積極的になっていく葵に、日向は心強さを感じつつも、てんてんてん。どうなっていくのか。この後はね、うん、もうサードシーズンを皆さんに見ていただいて確かめてもらわないと。はーい。楽しみにしていてください、ね。まあまあまあ、ちなみに最初のアニメシリーズが2013年1月から3月の放送。うん。5年前。そんな前ですか？5年前。最初だって5分だったんですよね。アニメ、ね、早かったよね。アフレコも早かった。一瞬で終わったよ、うちらも。うん。いやー、ね、そこから15分アニメになり、セカンドシーズン、ね、2014年の7月から12月に放送、ね、そして OVA 思い出プレゼントもありました。あれね、ココナちゃん推しね。そうそうそう。前半怒涛のね。そうね、うんうん、楓さんちょっとしか、ほんと1ミリぐらいしか出てなかったね。姉さん事件ですみたいなぐらいのしか出なかったよね。って始まる。サードシーズンいっぱい出るといいなって思いつつ、本当だよ。私たちも楽しみに待ってるので、皆さんも7月の放送楽しみにしていてください。楽しみにしてください。ではここで皆様から、ね、いただいたメール紹介していきましょう。はい、ラジオネームインベルになりたいさんいただきました、うん、ありがとうございます。来てくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。全然どこ、あ、ありがとうございます。どこどこ。井口さん、ひかすさん、やっほー、やっほー。あ、もう読んでもらう。いや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 、せっかくだから、せっかくだからね、せっかくだからね、うんうん。テレビアニメ山のすすめ第3期&ラジオのすすめレギュラー放送復活おめでとうございます。ありがとうございます。さてさて、はいはい、アニメは期待を上回る作品になると信じて放送をただただ待っているのですが、うん、井口さん、ひかささんをはじめとしたキャストの皆さんに対しては、うん、期待したいことが一つあります。何でも言って。それは作中に出てきた公園や高尾山にみんなで行ってみたいねや、みんなで〇〇やってみたいねなど、ラジオやコメンタリーでたびたびおっしゃっていたので、ぜひとも実現していただきたい。え、できれば特典映像などなどで目に見える形で、今シーズンこそメインキャストの皆さんが揃って何かにチャレンジされることを期待しています。いいね。そして一番やってほしいなと思っているのは、うん、アニメ一期の映像特典のお話で葵たちが挑戦していたボルダリングです。おー、とのことです。ありがとうございます。ボルダリングから始める登山いいんじゃない。ボルダリングやったことある？ない。遅れてる。うわー、神様、今ここで人を一人殴ることを許してください。実はね、やったことは一回あるんですよ。一回かい。一回だけかい。一回あるんだけどね。うん、どうだった？難しかった。あれさ、何、プライベート仕事？あ、プライベート、プライベートで。すごい。行ってみたいなと思って行ってきたんですけど、うんうん、なんかあれ私知らなかったんですけど、うん、その、石がこうの、あの壁についてるじゃん。ついてるついてる。あれは色分けされてて、うん、その色を持たないといけないの。あ、あっちゃこっちゃに行っちゃダメなんだ。そう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 。え、知ってた？みんな知ってるって。ほら、だからほら、みんなもう山のプロだから大体のこと知ってる。そうだよね。いや、私、好き勝手登っていいと思ってたんだけど、ダメなの。そうなんだ、ちゃんとルールがあるんだ。他の石とかも触っちゃいけないから、結構難しいんですよ、あれ。そうなんだ。映像にはちょっとね、できないレベル。あ、本当に、うん、あのね、
クモですみたいな風になると思う。あのどういうことどういうこと、あの虫のクモみたいな形になる。へ、人間が、人間がわかる、わかんないでも大変そうっていうことは分かった。見せちゃいけないね、形になる。あ、本当、うん、え、どうしよう。でもなんかやりたいよね。山行きたいけどね。行きたいよね。そう、アフレコも始まりまして、山のすすめ、あのアフレコ現場とかでもね、みんなで山行こうよっていう話はしてて、でもみんなやっぱスケジュール合わせるのが大変だから、これはやっぱレギュラー収録してるこの時間帯にスタッフさんにどっかこう映像特典でもなんでも連れてってもらうしかないねっていう話をしてたからね。ちょうどもうね、私たちもやる気満々、やる気満々よ、登山やる気満々、満満3年後ご期待ください。あとあれね、ちょっと山のすすめからは離れちゃうけど、山のすすめで始球式何度もやらせてもらってるので、でもひよっちが唯一まだ西武ドームに足を踏み込んでないのね。そうなのよ。だからみんなで投げたいよね。投げたい、みんなでやりたい。しかも唯一の経験者だから。そうなの、あの下投げでもやる、いや難しいかな。ジャイロボールやる、ジャイロボールねえ、見てみたい。やりたいことはいっぱいあります、いっぱいあります。ぜひあの皆さんも声を大にして言っていってください、はい、ねえ、でも本当にプライベートでも何でもいいから行きたいなっていう気持ちは満々です、満々です。そんな気持ちはマウンテンマウンテンということで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。お送りしてきました山のすすめ、ラジオのすすめ、あっという間にお別れのお時間です。いや、あの15分番組だから。そうなんですよ。それでも結構喋った方だから、結構こぼれちゃってますけどね。あっという間ですよ。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ぜひ今日の感想なんかもメール送ってきていただきたいなと思います、はい、メールアドレスはすすめアットマーク OBC1314.com です。すすめは SUSUME です。こちらのアドレスずっと行き続けてるのね。それがすごいよね。そうだから、ラジオがやってない間も結構みんな山報告のメール送ってきてくれて、うん、ありがとう。届いてますよ。届いてます。はい。さあ、そしてですね、うん、まだ、あの、どんなコーナーをやるかっていうのはまだ決まってないんですけども、はい、まあ、とにかく、たくさんのメールを皆さんに送ってきてもらえれば、うん、きっと何かで読まれることでありましょう。はい、15分番組ですが。はい。なので、ぜひぜひ、もうどんどん、なんだったらやってほしいコーナーのアイディアなんかも、もう皆さんの言葉と知恵と愛が全てこの番組になりますので、はい、ぜひぜひ送ってきてください。山のすすめ、ラジオのすすめ、また来週お耳にかかりましょう。お相手は青役井口ゆかと楓役の日笠陽子でした。バイバーイ。私の声届いてますか？山のすすめ青役井口ゆかです。やほやほー、山のすすめ楓役の日笠陽子です。はい、ということで今回も公開録音でお届けしています山のすすめ、ラジオのすすめ。この番組は7月から東京 MX 他にて放送がスタートするアニメ山のすすめサードシーズンを応援する番組です。はい、ということで前回先週に引き続き今週も秋葉原ゲーマーズ本店さんからお届けしております。みんなの声を聞かせて。やめろよ。完璧に仕上がってるね。仕上がってるね。落ち葉でつけてくれてんじゃん。何怖いよ、しっかりした人たちがね。山おすすめすごいな。やっぱね、こう長く続けてきただけある ね。やっぱあうんの呼吸、うん、できちゃってるよね。ここで面白くっていう。隣の空気を読んで今。隣の空気を読んで。言わない。だ大好きだな、あれだ。結果ぐしゃぐしゃっていうね。いやー、ということで、もうこの一体感素晴らしいんですけれども、まあね、この山のすすめ、ラジオのすすめ、
というこのラジオ、レギュラー放送が復活するまでの間、ちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、なんと、葵、日向、楓、ココナ、ほのかの5人が、山の日アンバサダーに就任葵です。日向です。葵様。楓です。ココナでしょ。ほのかです。はい、ちょっと一部偽物が今混じってましたけれども。この5人かこの5人か5人かすごいよね。いやでも山の日ね、今年もね、もちろんありますから、8月に。もしかしたらね、我々も何かに呼ばれちゃったりしてやったり、何の予定もないんですけど。ないんですけど。可能性もあるし。そうそう。だし、まあ何よりもこのアンバサダーとしてこの5人がね、活躍しますので、はい、ぜひ皆さん山の日も、そしてこのアンバサダーに選ばれた5人のことも楽しみにしていて、注目していてください。はい、ではでは、今回も山大好きな私たちが山大好きなあなたへ送るスペシャルなお時間、山のすすめ、ラジオのすすめ、始まるよ。山のすすめ、ラジオのすすめ。ずいぶん薄暗い場所に来ちゃったな。ちょっと怖いとこだよね。あれ?なんだか空の様子が、金色に輝く雲がもくもくと出てきた。はあ、あの雲の間から覗いているあのお方は。山神様のお言葉。はい、手作り感満載の山神様でお届けしています。これが映像で見せられないことが非常に残念。高録にいるみんなの笑いで伝えてくれ。この世界のすべての山にいると言われる山神様が、人間の私たちのお悩みを聞きアドバイスしてくれるありがたいコーナーです。はーい。ということで、あすみさんじゃない。おい。お前、あすみ好きにも程があるだろ、お前。ごめん。なんか、ありえないよ、今の。ごめんなさい。事務所さんにはちゃんと後で正式に謝罪します。ごめん。そう。名前呼び間違える。結構ショックなんだね。ごめん。前こんな感じであすみさんとやったから、なんかすごい自然にあすみさんって言っちゃったけど。ひかささん。はい。言われたことないけど。ひよっち、このコーナー覚えてる、はいはい、なんとなくね。あ、覚えてる。なんとなくね。神様をね。そう、何の言葉を言ったかは覚えてないんですけど。でも山神様がいるっていうこととかは知ってるし、覚えてる。ドン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 っていうのだけ覚えてる。ジングル覚えてる。懐かしいって言ってくれてる方もいらっしゃいましたけどね。嬉しい。まあ、山神様という方はですね、日々生まれ変わってるので、もう大丈夫。あの時のキャラとか関係ない。いつだって新鮮な気持ち。そう。いつでもその時が誕生日。生まれたばかりの山神様の気持ちで喋っていただければ OK。山のような大きな心を持って、人間の小さな悩みを神様が答えてあげる。いける?神様。Are you okay? あ、聞かれてんの?質問に質問で返されちゃった。あと、神様。英語?大丈夫かな?ということで、ひよっちが山神様に、はい、なりますか?移り。今、ポンって置いちゃったから大丈夫ですか?山神様投げ捨てちゃった。行くよ、行くぞ。行く準備、できてますか?できておる。あ、もうちょっと見え隠れしています。では、早速、山神様を呼んでみましょう。山神様ー!おー。お、あ、おー。あれちょっと横文字使いそうな感じかな。神様こんにちは。久しぶりじゃの。タミクサ。しもじもの話を聞いていただけますでしょうか。いいじゃろ。ずいぶんお久しぶりですけど、何してらっしゃいました。ええそういうの神様に聞いちゃう。あ、聞いちゃいます。やっぱ我々はね、4年とかっていう月日をこうコツコツ頑張ってきてましたが、神様にとっての4年って。神様はもうコーヒー一口飲んだぐらいの時間だよ、4年って。一瞬の出来事。一瞬の出来事だよ。ひととき。でもそんなじゃあ。
タミクサ。タミクサって私ちょっと今、ワードで。ホットワード。ホットワード。じゃあそんな神様、まあ、ね、はい、人間の、はい、よし、よいやろ。人間の小さな悩み、解決していただきたいんですけど。よいやろ。よいやろ。イエス。お、英語。We can. ではまず、こんなお悩み、ご紹介します。よし。春になって社会人としての新生活が始まりましたが、慣れないことばかり、そして杉&ヒノキ花粉で心と体がボロボロです。山神様、どうしたら僕は元気になれるでしょうか？アドバイスと山神様が元気がない時にやっていることがあれば伝授してください。ということなんですが、どうですか？山神様！杉とヒノキをなぎ払え。神様、ああダメです。その手、手を下げてください。そのままだと神様の手の先から光線が。ガガ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 。ズキャー。キャー。なんとも神は時に。そうよ。残酷である。箱舟乗っていいよ。神様。じゃあわし帰るの。帰っちゃう。バイビー。わあ、神様、ありがとうございました。という間でしたが、参考になりましたでしょうか。さ、次のお悩みはまた違う山神様に解決していただきましょうよ。お、準備はよろしいかな。へえ、行くぜ。おーい、山神様。おっす、おら山神様。久しぶりだな、人間の子。元気してたか？野沢さん。そいつは違うよ。似てねえな、似てねえな。お久しぶりですか？久しぶり。元気ですか？元気だよ。元気でした。何してたんですか、この最近。花粉出してた。花粉出し、私ほんと花粉症ひどいんですから、ほんとやめてくださいよ。でもなんかそれによって山は、のことみんな思っちゃう感じでしょ。結構嫌いになられちゃうかもしれないですよ、山神様。いやよ、いやよ、もう好きのうちって言うじゃん。ぐいぐい来るな。本当の嫌いはさようならだから。何言ってんの？何言ってんの？なんか哲学言い出すのやめて。だからみんな僕のこと思っちゃうでしょ。山神様、もういいや、ちょっと許可っていいよ。なんで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 。悩みを聞きたい。じゃあ聞いて。いや、悩みを解決してほしいんですけど。オッケー、行く。じゃあ、お悩みを紹介しますよ。いいよ。キャラ変わってない。山神様。はい。僕、恋をしちゃいました。ひゃー。ずいぶん属性。まみれた野郎だ。恋しちゃいました。昔からの友達なんですが、恋に落ちちゃいました。なんで？なんとかつきあって、絡んでくんなよ。なんとか付き合いたいです。でも告白とかしたことなくてやばいです。山神様のテクニック教えてください。ということなんですが、どうですか？山神様！後をつける。いい？山神様、本当に後つけたら本当に即え、すぐ突き出しますよ。でも警察に。でも昔からの友達だから。昔からの友達だは後をつけないでしょ、一緒に歩くでしょ。同じ方向だったから、ついついってなんだ。ついって、いや、告白のテクニックでしょ。後をつけてどうするんですか。じゃあキスをするから。で、もう、発想が危ないよ。後つけてって、ガバーチューってやばいっすよ。あの、後つけて、先回りして、角の待ってて、角で出てきたら、ぶつかってチューだ。違うの？みんな、ドン引きです。神様、恋とかしたことないから、わからない。山神様、アドバイス、ありがとうございました。頼ましやー。勉強し直してこい。でもね。何？まだ帰ってきたの？何？気になる。つい気になる。いなくなりました。はい。帰りました。はい、神様は。というわけで、それではこれらのコーナー以上となります。というわけで、以上山神様のお言葉でした。
録音でお届けしてきました山のすすめラジオのすすめもそろそろお別れのお時間です。皆さん、楽しんだでしょ十分、ね、どうでした皆さん、楽しかったですか。よかった。その楽しかったという気持ちをぜひぜひメールで送ってきてください。メールアドレスはすすめアットマーク obc1314.com すすめアットマーク obc1314.com です。すすめのスペルは susume です。はい、アニメ山のすすめサードシーズンへのワクワクメール、ワクワクメールって何え、私たちの質問などなどたくさんのメールをお待ちしております。はい、ということであっという間でした。本当に楽しい時間をありがとうございました。山のすすめラジオのすすめ、お相手は青役井口優香と楓役の彦佐陽子でした。